メイソン・アンソニー・ホルゲートは、イングランド・ドンカスター出身のプロサッカー選手。エバートン FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。9歳で、バーンズリー FC の下部組織に入団。2014年12月2日のフットボールリーグ1、ドンカスター・ローバーズ FC 戦でスタメニー入りし、トップチームデビュー。フル出場し、結果は1から1のドローだった。 シーズン最終戦のロッチデール AFC 戦で初ゴール。シーズン終了後、最優秀若手選手に選ばれた。2014から15シーズンの活躍を受け、複数のプレミアリーグクラブがホルゲートに興味を示した。2015年7月、マンチェスターユナイテッド FC のトライアルに参加した。2015年8月13日、エバートン FC に移籍。 移籍金は200万ポンドで契約は5年。2016年8月13日、トッテナムホットスパー FC 戦で念願のプレミアリーグデビュー。2018年1月3日の FA カップのリバプール FC とのマージーサイドダービーで相手フォワードのロベルト・フィルミーノを突き飛ばしたがカードが出なかった判定が物議を醸した。さらに、フィルミーノもホルゲートに 人種差別的発言をしたとして調査を受けた。2018年12月31日、ウエストブロムビッチアルビオン FC にシーズン終了までのレンタル遺跡。ありがとうございます。